ペトロの手紙には、新約聖書聖典中の行動書館に分類されている一書で、伝承上は、使とのペトロに返せられている手紙の一つである。偽教師の誤った教えを攻撃しつつ、キリストの再臨が必ずあることを説く。いわゆる、終末の遅延の問題を扱っている文書である。記事名のペトロの手紙には、新共同約聖書での故障で、他に、 ペテイロの後の書、ペテイロの第二の手紙、ペトロスの手紙2共同訳、ペトロの第二の手紙、ペテイロの手紙第二、ペトルの後書きなどとも呼ばれる。以下、便宜上、第二ペトロ書と表記する。イエス・キリストの使徒であったペトロが、死を目前にした状況で書いたという体裁になっている、書簡で、全三章で構成される。偽教師たちが解く、偽りの教えを攻撃しつつ、 最後の審判がいつになったら来るのかと揶揄する、不信心者たちの誤りを指摘し、正しい信仰を堅持するように説いている。実際の著者がペトロかどうかには、議論があり、むしろペトロの名を借りて別人が執筆したとする説の方が有力である。その見地に立つ場合、成立は2世紀前半であろうとしばしばみなされている。ペトロの遺恨この手紙の冒頭には、 著者として、首都ペトロの名前がある。しかし、その申請性をめぐっては古来疑いを向けられており、第二ペトロ書を申請書簡とする立場を取っていた、前田五郎も、新約中で一番著者が疑われた書物と位置づけていた。疑わしいとされる理由の一つが文体である。この手紙の文体は、ペトロの手紙一とも異なり、ヘレニズム的な要素が、用語や概念に強く反映されている。 また、福音書で描かれているペトロの性格が率直で、あるのに対し、文体がそれに似つかわしくないもったいぶったものである、ことも問題視される。この文体については、周りくどい、技巧的、あるいは装飾が多いなどと評されることもある。前出の前田でさえ、その文体の難点について、新薬中翻訳によってびっかしうる、唯一の書と言われるのも一応無理からぬことであると、 認めていた。それに対して、申請書館と見る側からは、シルワノに口述させた第一ペトロ書と異なり、この第二ペトロ書は自身で直接書いたか、別の筆記者を間に挟んだことで文体の違いが生じたのだろうという反論がある。また、ガリラヤの漁師であったペトロに、このようなヘレニズム色の強い書簡を書けたはずが、ないという批判についても、 旧約聖書のギリシア語訳から影響を受けた可能性や交通の要衝でもあったガリラヤならばヘレニズム思想に触れる機会があった可能性あるいはイエス商店後の各地での伝道においてその地の人々の用語を利用した可能性などがあるという反論が示されているまた福音派からは著者がペトロの名を語った別人だとすればまさしくあることについて述べている内容と 矛盾するといった指摘も出されており、抗議の神筆説も提示されている。とはいえ、現代において、ペトロの申請書館と見る側が、少数派であること自体は、福音派の真実養成書中会でも認められている。同様の認識は、やはり申請書間説を取る、福音派のエッセンシャル聖書辞典でも示されている。また、カトリック教会のフェデリコ・バルバロも申請書館とする。 立場だったが、自由主義進学のほとんどの進学者が、偽名書簡としていることや、申請書簡としての積極的証明の困難さは、認めていた。なお、偽名書簡とみなす側にも立場の違いはあり、偽名性が露見しないように著者が様々な戦略を、練っていたとする、辻学のような立場もあれば、ゲルト大戦のように、その偽名性は、当時の人々にも分かりきったものだったはずとした上で、 疑瞞の意図なき公の偽名文書と位置づける者もいる。本書自身の記述では、死を目前にしたペトロによって書かれたという。申請書簡と見る場合、これを踏まえて、執筆年代は、ペトロの殉教直前に置かれる。カトリック教会のフェデリコ・バルバロは66年末、もしくは67年初頭と推測し、福音派からは66年頃、67年頃、 68年頃などの説が出されている。それらに批判的なリベラル派からは、60年代の成立だとすると、当時の原始協会が厳しい状況に直面していたにもかかわらず、そのような緊迫した印象が文面から読み取れないという指摘がある。偽名書簡と見る場合、執筆時期の根拠とされる記述はいくつかある。その一つが、参照15説及び16節で、 パウロの手紙が広く読まれているとされている箇所である。この箇所から本書が成立した時期には、すでにパウロの手紙がまとめられ、旧約聖書のような権威を獲得していたことがわかる。これがパウロの生前に起こっていたとは考えづらいのである。それに対して、福音派からは、現在のようなパウロ書館集ではなく、あくまでも部分的な結集であれば、パウロの生前にもあり得たとか、 ペトロがパウロとの接点を個人的に持っていたことで、パウロ書簡を知り得た可能性などの反論が示されている。二つ目の点が、章三3.4節の下りで、ここで語られる、先祖は、イエスを直接知る、第一世代のキリスト者を指していると理解される。ゆえに、その人々がすでに死んでかなり経ったものとして、語られている以上、ペトロ自身が書いたものとは考えられず、 より後の時代の人が書いたと考えられる。福音派からは、あくまでもこの場合の、先祖は、旧約聖書で語られている族長たちと見るべきであって、ペトロの親筆性を否定するものではないなどの反論がある。ペトロの親筆と見ていない論者の中にも、田川健造のように、この、先祖は、族長と見るのが正しいとする立場を取っている者もいる。三つ目の点は自制である。 第2ペトロ書はペトロが生きていた時代よりも後に出現する偽教師について批判している。当然、それは未来型で語られ始めるが、次第に現在形になり、最後には官僚型になっており、偽教師に直面している同時大臣の不徹底な偽装を疑われている。この点、申請書館とみなす立場からは、一部の未来型はイエスが予言していたことの思い出として、 語られているという反論がある。正確な成立時期は不明だが、リベラル派の聖書学者たちからは、2世紀前半から半ば頃とされ、しばしば新約聖書に収められた書書の中では、本書が最も遅い時期に成立したと言われている。また、2世紀には、ペトロの目視録、ペトロの説教、ペトロによる福音書、ペトロ原稿録などのペトロの名を借りた外典が多く、 執筆された時期であり、この第二ペトロ書も本来それらと同じグループに属する文書と見る、早見敏彦のような立場もある。河村明天も偽名文書とする根拠の一つに、外典におけるペトロ文書の多さを挙げている。逆に申請書館とみなしていた、前田五郎は、ペトロの名声からすればその名を冠した外典が多い、ことは不思議ではなく、 それだけで同類とみなすべきではないと反論していた。この手紙は特定の教会を宛先とするものではなく、執筆地に関する情報は乏しい。使徒ペトロ自身の著作と見る場合、自らの殉教が間近に迫っていることを予見していることや第一、ペトロ書との関係から殉教したちであるローマが想定される。偽名書簡とする場合には、ローマ説の根拠が失われるが、 代わりとなる有利季節があるわけではない。ローマかエジプトの可能性が取りざたされるが、いずれも説得的な根拠はない。手紙には明瞭な宛先がなく、キリスト教徒全般に向けられている。しかしながら、この手紙が第一ペトロ書の続きであることが、ほのめかされているため、実質的な手紙の受けては、第一ペトロ書を知っている人々、すなわちその宛先となっていた小アジアの違法人。 キリスト教徒たちが想定される。偽名書館とする辻学部は、宛先を明記しないのも、偽作の戦略とみなしている。というのは、もしも、具体的な宛先を指定して、ペトロの生前に送られたことにすると、宛先として、名が上がった教会に、そのような伝承がないことで偽作が露見してしまうからで、ある。辻は、第一ペトロ書との関係が曖昧に除述されているのも、 この点と関係があるとしている。この手紙は全三章で構成され、その執筆目的は、キリストの再臨を嘲笑する人々を批判し、信仰を固く守り、正しく生きるように進めるものであったと言われている。込み出しをつけているいくつかの聖書での段落分けを例示しておく。一章冒頭で著者は自らのことをシメオンペトロと名乗っている。新約聖書聖典の中で、 使徒ペトロがシメオンと呼ばれるのは、首都原稿615章14節のみで、本人の辞書としての使用例はない。この、シメオンという表記について、本書をペトロの申請書簡と見る福音派の倉沢正則は、本書の信憑性の証拠、ユダヤ人と異邦人の両方の読者のため、著者のキリストによる変化を表したものという3つの説を例示し、いずれにしても、 公的色合いが強いと結論付けている。他方、ペトロの名を借りた、偽名書簡とする、立場の辻学部は、ペトロ自身が書いたかのように見せかけるためとみなしている。いずれにせよ著者は、自らが天に召される時が近いことを述べ、純教を前にしたいくんであることを示している。著者は、第一ペトロ書とも重なり合う、得目標を示している。すなわちそれは、信仰、得。 知識、節制、忍耐、信心、兄弟愛、愛である。この特目標にはヘレニズム的倫理用語が含まれるが、それを挟む信仰と愛が、それらの用語をキリスト教的なものとしている。それらはイエスキリストの知識を得るために必要なものであり、読者は自らの努力によって神による召しと選びを確実なものとすべきことが示されている。また、 ペトロを名乗る著者は、自らが、主、イエスの変容の目撃者であったことを示す。目撃者の言語は、ギリシアの三儀宗教の用語だが、作り話と対地されている。この背後には、イエスの来臨を作り話とみなすような論者との間に存在した議論が想定されている。なお、イエスの変容の目撃者であったことは、ペトロの権威にもつながっている。 一章の最後では、聖書が霊感によって書かれたものであることを述べ、預言者の言葉が神に由来することが示されている。ここから神の言葉を勝手に解釈することが禁じられている。この点は三章に再び登場する。二章では、旧約聖書の偽預言者の例を引きつつ、偽教師について警告を発している。偽教師は、 神の啓示を絶造する偽予言者と違って、作り出した偽の教えを広める存在である。その批判の仕方はリベラル派からは、バリ増言などとまで言われることがある、厳しいものであり、福音派にも、少なくとも警告の遠慮のなさを認める意見は見られる。その偽教師への批判においては、旧約聖書の創世記に登場するノアやろと、民数記に登場するバラムなどへの言及が見られる。 ただし、その多くは同じ行動書館に含まれるユダの手紙と共通しており、二章はユダ書3節から16節と非常によく似通っている。似ているとされる箇所を全部対象すると反差になるので、いくつかの箇所のみ抜粋し、比較する。こうした一致からユダ書との関連が確実視されるが、どのような関連性を見るかは論者によって異なる。 有力なのは、ユダ書をもとに、第二ペトロ書が書かれたとする見解で、その根拠としては、ユダ書きが儀典であるエノク書などからも、明瞭に引用しているに対し、第二ペテロでは、そのような箇所がないことが挙げられる。つまり、聖典性を厳格に考えた第二ペテロがあえて、その箇所に修正を施したと考える方が、逆の可能性を考えるよりも自然だからである。また、 第2ペトロ書では、題材の順序を救済誌に沿って整理していることも読み取れる。他方、ペトロの申請書簡と見る立場では、ユダ書の成立は、ペトロの殉教よりも後と推測されるために、第2ペトロ書をもとにユダ書きが書かれたと考えられている。このほか、共通の伝承などに基づいて書かれたものであって、一方が他方をもとにしたという関係ではないという説もあり、中でも、 田川健造は、そっくりと言われる、第二ペテロ書二章一節から三章三節までと、ユダ書の平行箇所が、単語、表現レベルで見た場合には13.4%しか、一致していないことなどを根拠に、一方が他方を引き打ちしたと見ることを強く、批判している。かつて、アンカーバイブルの該当する巻も、同様の見解をとっていたが、 ユダ書をもとに、第二ペトロ書が書かれたと考えていたビリー・マルクス戦は、アンカーバイブルの仲介に対し、問題をむやみに複雑化するものとして批判していた。なお、ここで批判されている偽教師は、貪欲、横、法など、不貧困な存在として描かれているが、これらは論的を描写する門切り型の表現であって、どの程度実態を反映しているかを疑問視する意見も、ある。第三章では、 いわゆる、終末の遅延の問題が扱われている。福音書に伝えられているイエスの言葉には、終末が間近に迫っていると理解できるものがあった。また、パウロも終末が間近に迫っているものと考えていた。例えば、テサロニケの信徒への手紙1にはこうある。15私たちは、主の言葉によって言うが、生きながらえて、主の来臨の時まで残る私たちが、 眠った人々より先になることは、決してないであろう。十六すなわち、主ご自身が、天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに、合図の声で、天から下って来られる。その時、キリストにあって死んだ人々が、まず最初に蘇り、十七それから生き残っている。私たちが、彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうして、いつも、主と共にいるであろう。 第一テサロニケ書4時15分マイナス -17、交互約聖書つまり、パウロの手紙には、彼の生前に再輪があると読める箇所があるものの、パウロが没しても終末は来なかった。また、ユダヤ人たちの間には、エルサレム神殿が崩壊する時が、終末の到来という認識もあったが、西暦70年に神殿が破壊されても終末は、来なかった。こうした状況の中、 あざける者すなわち、偽教師たちが、再臨を否定する言説を展開し、教会に対し分裂の危機をもたらした。それに対する反論が、第三章の主眼である。少し長くなるが、中心的な歌詞を引用しておこう。三、まず次のことを知るべきである。終わりの時にあざける者たちが、あざけりながら出てきて、自分の欲情のままに生活し、四、主の来臨の約束は、 どうなったのか。先祖たちが眠りについてから、すべてのものは、天地創造の始めからそのままであって、変わってはいないというであろう。こうすなわち、彼らはこのことを認めようとはしない。古い昔に天が存在し、地は神のことによって水が元になり、また、水によってなったのであるが、六その時の世界は、見ことにより水で覆われて滅んでしまった。 七しかし、今の天と地とは、同じ見事によって保存され、不信仰な人々が裁かれ、滅ぼさるべき日に火で焼かれる時まで、そのまま保たれているのである。八愛する、者たちよ。この一時を忘れてはならない。主にあっては、一日は千年のようであり、千年は一日の、ようである。旧ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。 ただ、一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。十しかし、主の日は、盗人のように襲ってくる。その日には、天は大音響を立てて消え去り、天体は焼けて崩れ、地とその上に作り出されたものも、皆焼き尽くされるであろう。十一このように、これらは皆崩れ落ちていくものであるから、 神の日の到来を熱心に待ち望んでいる、あなた方は、十二極力、記憶信心深い行いをしていなければならない。その日には、天は燃え崩れ、天体は焼け失せてしまう。十三しかし、私たちは、神の約束に従って、義の住む新しい天と、新しい地とを待ち望んでいる。十四愛する、者たちよ。それだから、この日を待っている、あなた方は、 しみもなく傷もなく、安らかな心で、神の御前に出られるように励みなさい。日本聖書協会、交互訳聖書、ペテロの第二の手紙三章三から14節著者はまず、週末を否定するものの出現はそれ自体が、週末の印であるとする。そして、あなたの目の前には千年も過ぎ去れば、昨日のごとく、夜の間の一時のようですなどを念頭に置きつつ、神は、 人間の時間概念では捉えられないことを示す。そして、新約聖典の他の文章にも見られる盗人の例えを、引き合いに出しつつ、いつ来ても良いように、記憶信心深い生活をすることが勧められており、それこそが再臨を早めることになるのだと説かれている。ここで注意すべきは、著者は、週末の到来を先送りすることに力点を置いているのではなく、 偽教師たちがいつまでも来ないと揶揄した終末が自分たちの間近に迫っているという期待を表明することにあったという点である。そしてその終末への希望は後のキリスト教徒たちが迫害に耐えて信仰を固守する根拠となった。こうした認識と合わせ3章十15.16節ではパウロ書簡への言及がある。これは 新約聖書聖典の編纂がまだ行われていなかった時期にあって、他の聖書とパウロ書館を同格のものとして扱った最初の例である。ただし、それが何時のことかとなると、前日のように成立年代をめぐって議論がある。15また、私たちの主の寛容は救いのためであると思いなさい。このことは、私たちの愛する兄弟パウロが彼に与えられた知恵によって、 あなた方に書き送った通りである。16彼は、どの手紙にもこれらのことを述べている。その手紙の中には、ところどころ、わかりにくい箇所もあって、無学で心の定まらない者たちは、他の聖書についてもしているように、無理な解釈を施して、自分の滅亡を招いている。日本聖書協会、交互役聖書、ペテロの第二の手紙三章十五から十六節十五節で、 言及されている、パウロ書簡については、ローマの信徒への手紙に小4節ではないかと、しばしば指摘されている。それとも、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その慈愛と忍耐と寛容との富を軽んじるのか。日本聖書協会、公語訳聖書ローマ人への手紙に小4節どの手紙にもとあるように、他に、コリントの信徒への手紙1、コリントの信徒への手紙に テサロニケの信徒への手紙1、あるいはエフェソの信徒への手紙、コロサイの信徒への手紙などとの関連を指摘する意見もある。ここで手紙の著者はパウロ書簡について、ところどころ分かりにくい箇所もあると紹介している。福音派のバイブルナビは、ペトロがパウロを評価しつつ、そのメッセージを歪めて解釈している偽教師たちを批判しているのだと説明している。 カトリック教会の側でもフェデリコ・バルバロはほぼ同様に仲介していた。これらに対し従来の翻訳自体がパウロ用語の観点から不適切なものになっていたと批判する田川健造はここではパウロ書簡自体がわかりづらいものとして扱われており、しかもその場合のわかりにくいは内容に賛同できないことの遠極表現であるとした。なお、前田頃も この箇所をパウロ書館への批判と理解していたが、彼は自由な批判が許されたのは聖典化が進むよりも古い時点にこそにつかわしいとして、第日ペトロ書を申請書館とみなす論拠の一つとしていた。いずれにせよ、ここでパウロ書館が持ち出されているのは、その解釈をめぐる対立があったからだろうと推測されている。リベラル派の認識では、前述のように、 パウロ書簡には、週末がすぐにでも来るかのように述べていた箇所があり、偽教師のような解釈も可能だったため、その解釈を正す必要に迫られたのだろうとされている。そこで持ち出されたのが一章の精霊だが、それだけでは、偽教師とも水かけ論になるので、種の変容を目撃していたペトロの権威が必要とされたのだという。つまり、ここでは、 神学的な議論の進化は見られず、権威や伝統といったものだけを根拠に正当性が示されている。小林ミノはその評価を読者に委ねているが、ゲルト大戦や上村政はこれを、ペトロの権威をもって一方的な解釈を押し付けるものと評している。第二ペトロ賞を含むものとしては、最古の写本、パピルス72第2ペトロ賞を聖典とするかどうかは、 古くから多くの議論があり、聖典に組み込まれたのは最も遅かった。ローマのクレメンスやポリカルポスといった使徒恐怖の文献には第二ペトロ書への言及は見られない。また、エーレナイオスやテルトリアヌスが聖典と認めた文書の中に第二ペトロ書は挙げられていなかった。さらに、いわゆる村取聖典目録でも挙げられておらず。 ラテン教会は4世紀半ばまでこの手紙を知らなかったと言われている。現存する最古の写本は3世紀初頭のパピルス72である。第2ペトロ書に最初に言及したのはオリゲネスとされるが疑わしいものとして扱う立場であった。エウセビオスもまた議論のある書として否定的に言及している。363年のラオディキア会議では聖典として認められたとされ。 この判断は、アレクサンドリアのアタナシオスの第39復活祭書管、ヒッポ会議、カルタゴ会議などでも堅持された。ヒエロニムスの場合、疑う学者の多さに言及しつつも、聖典性は認めていた。4世紀には、エルサレムのキュリロス、ナジアンゾスのグレゴリオス、ヒッポのアウグスティノスらも、聖典と認めていた。シリア地方の教会で受け入れられたのは6世紀初頭。 以降のことであったが、東方でもトゥルルス会議で聖典であることが認められている。その後、カトリック教会では、16世紀のトリエント公会議で聖典であることが確定した。同時代のマルティンルターは聖典に含まれる一部の文書に否定的評価を下したが、その中に第二ペトロ書は含まれていなかった。ただし、最重要の文献に比べて一段落ちるとしていた。他方で、 デジデリウス・エラスムスや、ジャン・カルバンは神聖性を疑問視した。福音派のエッセンシャル聖書辞典及び、バイブルナビでは、一小三節が主題あるいは、中心聖句とされている。命と信心とに関わるすべてのことは、主、イエスの神聖な力によって、私たちに与えられている。それは、ご自身の栄光と徳とによって、私たちを召された方を知る知識によるのである。 日本聖書協会、交語訳聖書、ペテイロの第2の手紙1章3節また、バイブルナビでは、第二ペトロ書の警告は、偽預言者や、偽教師が多くはびこる現代にも向けられているとされ、キリストの知識や神の言葉と合致しないことを主張する、者たちを退りけるべきと呼びかけられている。また、福音派の新聖書公開シリーズにおいても、第2ペトロ書は、 不確実性の時代に生きる我々が、どうすればこの時代で成長し、強靭さを身につけて、希望に輝いて前進できるか。その答えを提供してくれるものと位置づけられていた。自由主義神学を中心に、その思想に対する否定的評価も見られる。ギュンター・ボルン・カムは、この手紙が弁護している、終末論は、どちらかといえば、神学的に消化することをしていない。 正当的教説の一かけらの様相を提しており、この意味内容の点でもずれていて、もはやいける信仰を明かししてはいないと評した。ビリー・マルクス戦は、著者は全く敵対者と噛み合わない話をしているだけでなく、自分自身の考えの中で、終末論と歴史とお互いに関連づけることにも、成功していないと評した。塚本・トラジは、諸論者の評価から、新約中最も新しく、 また最も晴天たる資格なし、本書は増加、他書からの引用を除けば何が残るかといった国評を紹介していた。腰落ちからも岩波新書の外説書において第1ペトロ書に比べて信仰思想的な価値がやや劣るものとして第2ペトロ書の外説は割愛していた。他方でこの手紙は来輪概念の過渡期を示している。というのは 元々雷林とは将来のみを対象とするものであったが、後に最初の雷林と未来の雷林が区別される。しかし、この手紙は雷林を現代のようにイエスの受肉と解釈せずに山上の変容と位置づけているからである。小林実は当時の論争と聖権下の一段階に関する歴史的証言として評価している。小林はまた、 かつて置いていく肉体が人の弱さの象徴であると認識されており、サイリンにおける救済がその肉体を伴う霊肉不可分の復活とされていることを踏まえ、第二ペトロ書が強調するサイリンの思想からは弱者を切り捨てないという現代につながるメッセージも読み取り得ると指摘した。ベストセラー、ノストラダムスの大予言シリーズの著者である、後藤つはシリーズ最終巻で、 第2ペテロ書の第3章3節から12節を引用し、これが聖書に描かれた世界破滅へのリアルな警告の恐怖の頂点であると紹介した。これに対して聖書学者の浅見貞は聖書の曲解であると批判した。まず、先見が指摘したのは後藤の不適切な引用の仕方である。後藤はあたかも忠実な引用であるかのように、 省略を示す印を一切記載せずに3節から12節を引用しているが、実際には12節の極力記憶信心深い行いをしていなければならないにあたる箇所を省いている。しかも13節以下も略すことで、信心深い生活への進めという本来のニュアンスが読み取れないようになっているのである。また、後藤はこれを聖書の約3分の1にわたる、 世界破滅への警告の例として紹介したが、先見は、後藤が引用した第日ペテロ書の下りは、同文書の約4000字のうちの100字余りに過ぎず、他の文書の登場箇所と合わせても3分の1、などということはないと、その歪曲の仕方を批判した。ありがとうございます。